が来てるミュージカルのオーディションの話。もちろんなのです。みんな知ってるおとぎ話、プリンセスミュージカルのリバイバル公演なのです。昔の公演も小さい頃に妹と一緒に見たのです。リバイバルのお姫様役は当然エントリー済みなのです。私も絵本を持っていました。あの姫君にはみんな一度は憧れるのですね。マミもアミとよくダブルお姫様ごっこしてたんだ。オーディ出してみようかな。マミちゃんカモンなのです。お姫様が多い方がパーティーは盛り上がるのです。おお、祭り姫ってば余裕シャキシャキだね。よかよ、その挑戦受けて立つよ。まあ、ではマミさんも姫君役の選考会に出られるんですね。はいほー、プロデューサーさん、今姫のオーディションの話をしていたのですよ。おほん、兄ちゃんがそこまで言うならしょうがないからマミも参加してあげる。マミのヘロモンキラキラのプリンセス楽しみにしてていいよ。キラブちゃん、おや、香坂さん見つけました。ですわ。プロデューサーお話があります。ですわ。探していましたのよプロデューサー。今ちょっとお時間よろしくって。とってもプリンセスなオーラを感じるのです。もしや二人もオーディションに参加するのです？そうなの、祭り。童話のお話は昔から知ってるし、やっぱりプリンセスになってみたいし。ですわ。誰もが憧れたプリンセス役、見逃してはありません。ファイトですわ、水木。なるほど、ではやめます。ところで、やはり徳川さんも参加されるのですか？もちろんなのです。今回のプリンセス役はそう簡単に譲れないのですよ。ただしかし、マミも参加するかね。新解釈のセクシー演技でプリンセス役はいただきだよ。むむ、正面に徳川さん、絡め手にマミさんが立ちはだかるとは。標的と書いてライバル。なんか盛り上がってきた。あ、エミリンも参加するよね。みんなで行こう。あ、わ、私は、あの、やっぱりやめておこうかと。え、どうしたの、なでしこ。お姫様に憧れてたってさっき言ってたよね。そうなのですが、あの、皆さんが出られますし、私では力不足かなって。エミリーちゃんね、なのです。プリンセスは欲張りなのですよ。祭りたちも欲張りなので遠慮はいらないのです。みんなで一緒に憧れに欲張りましょうね。祭りさん、そうですよね、ごめんなさい。では私も皆さんの胸を借りるつもりで姫君の選考会参加します。決まりなのです。プロデューサーさん、エミリーちゃん
ちゃんもよろしくお願いするのです。ナムコプロのセクチー担当、深見まみです。よろしくお願いします。ってことで、まみのプリンセスはセクチー。セクチーポーズ100連発いきます。おはん、高坂海。私のプリンセスは可愛くて優しくて女子力が高い。あとバレエが得意、筋トレも大好き。ドレスで優雅に動けるよう体も鍛えてます。それじゃあ見てください、プリンセス体操。私にとってプリンセスは誰かを笑顔にできる人です。笑顔にする方法といえばマジック。というわけで、プリンセスマジックショーの始まりです。それでは今から鳩を出します。私は英国の出身で大和なでしこに憧れています。私の思う姫君とは大和なでしこそのものです。そんな大和なでしこを表現するため、これより舞を一差しご披露いたします。はいほー、ナムコプロの徳川祭りなのです。魔法の国からやってきたプリンセスなのです。はい、なのです。皆さんごきげんよう。本日はお城のパーティーにようこそおいでくださいました。庭の白百合も皆さんのお越しを喜んでいます。どうぞ心ゆくまでお楽しみくださいね。待ってました。どどん、審査員の人、マミのセクシープリンセスの虜になった。やはり、でもいい経験になりました。これからも精進します。ありがとうございました。プリンセス体操じゃなくて女子力体操とかにすればよかったかな。ハトを逃がしてしまったのが敗因かもしれません。ところで徳川さんは今呼ばれていませんでした。なのですプロデューサーさん、もしかして。うわあ、祭り、すごいすごい、さすがシアターのお姫様だね。よかった、祭りさん、本当によかったです。やっぱ祭り姫は祭り姫だよね。プリンセスだけにプリンセスだよね。最終選考ですから、お祝いは早いかもしれません。ですがおめでとうございます。みんなありがとうなのです。でも瑞希ちゃんの言う通り、本番はこれからなのですよ。
でもでも、このまま一気に合格するしかないっしょ。みーちゃん、最終選考って何すんの？お、それはもしかしてクライマックスのシーンなのです？はい、なのです。王子様か、どんな感じかな。私と踊ってくれませんか、水木姫。海王子、はい、喜んで。キュン。お、いいねいいね。なでしこ王子、私と踊って。お、王子様が誘われるのですか。マミ姫、共に舞いましょう。大丈夫なのです。とっても参考になるのですよ。のびのびとした自由な演技。台本も読んだし、姫も練習するのです。みんな、王子様役をお願いなのです。ワン、ツー、スリー、フォー。ここは大丈夫。次は、あ、プロデューサーさん。そうですね、姫もそう思っていたところなのです。全然平気なのです。どちらも大切なお仕事なので。姫は大変なんて思わないのですよ。だから大丈夫。ほ、心配してくれてありがとう。さすがはナイト様なのです。プロデューサーさん、少しだけ姫のお話を聞いてくれますか。その台本のことで、姫はちょっぴり迷っているのです。ぐるぐる祭りなのです。最終選考の課題、クライマックスのシーンにアドリブを入れたくて。もちろんそんな冒険はしない方が安心なのです。台本通りのプリンセスは王道のお姫様。でも今の祭りの中にいるプリンセスはきっと今回の台本とは違うことを言うのです。祭りらしいプリンセスを見せた方がいいなら、見せてもいいのならアドリブを入れたい。でもそうじゃなかったらしない方がよくて、決められないのです。今回の役、祭りはどうしてもやりたいのです。誰にも譲れないのです。だってあのプリンセスは私たちの憧れのお姫様だから。だから後悔だけはしたくないの。というわけで、ナイト様はどっちがいいと思いますか？お姫様らしさと
祭り姫らしさ。聞かれても困ると思いますけど、参考までに教えてほしいのです。その答えはずるいのですよ。やっぱりプロデューサーさんはずるいのです。ありがとう。早速ですけど、とりあえず今すぐフォローをお願いできますか？実は姫はもう一箇所ダンスを練習したいのです。でもパートナーがいないのです。壁の花なのです。つまりお分かりなのです。なのです、ナイト様。王子様、よかった。探しました。一番最初は。あなたと踊りたかったから。ただお待ちするだけの毎日はもううんざりです。だからシャルウィーダンス、王子様、あなたをお迎えに参りました。祭りが知っているこの物語のプリンセスは、ただ待っているだけの女の子じゃないのです。自分で夢を叶えに行く強さを持っているはず、そう思ったからなのですよ。それにしても、マツリンの公演、本当に素敵だったよね。はい、とっても優雅で、綺麗で、一緒に舞台に立てたことを光栄に思います。エミリーちゃん、それはお互い様なのです。姫もみんなと一緒で、とっても楽しかったのですよ。遅い。お菓子もほとんどないよ。マミのビスケット一かけら食べる？プロデューサー、後で飲もうと思って取っておいたジュースをどうぞ。乾杯。プロデューサーさん、
ここでみんなと一緒に聞かせてもらっていいのです。オーディションはこのメンバーで受けたのです。なので最後まで一緒にね。やれると。ですがやっぱり感無量です。クイシュン、みんなありがとうなのです。一緒に喜んでもらえてとっても嬉しいのです。お、そんなことないのです。今だって姫のハートはドキドキなのです。ただどうなったとしても悔いはなかったから、それだけなのですよ。はいはい、静粛に。打ち上げは終了。ここからは合格パーティーの始まりね。待ってください、姫も一緒に行くのです。ううん、お返ししたいのです。この結果はみんなとプロデューサーさんのおかげなのです。プロデューサーさんは本当にずるいのです。もういいのです。そんなことよりも今はお菓子の国にレッツゴーなのです。プロデューサーさん、目なのです。どれも大切なお仕事なのです。大丈夫、無理はしないのです。姫はいつでもふわふわビューティフルなのですよ。プロデューサーさんがくれたお仕事、できるだけ大切にしたいのですね。とても心配性でとっても頼もしいナイト様、姫を大事にしてくれてありがとうなのです。前に合格したのは姫の努力の結果だってプロデューサーさんは言いましたけど、あなたがいたから頑張れたんだよ。だから本当にありがとう。